おはようございます、安水です。今日はですねアルファの 7C ですね、こういったねソニーの、はい、リモコンスティックですね、これを利用してスモールリグのね、ケージをね利用していわゆるちょんまげ持ちですね、ちょんまげ持ちにチャレンジしていきたいと思います。最近ねあのドリキンさんのね BMCC6K のなんすかちょんまげスタイルのね、とかねいろいろねドリキンさんからちょっと刺激を受けてまして、僕もねちょんまげスタイルでねちょっとね撮ってみたいと思います。でねこのリモコンのいいところはまああの今日ね実はあの電動ズームのα6400 についてた APS-C 仕様の16から50のね、電動ズームを使ってます。ですので、ここのねリモコンのねワイドテレのね電動がねこれねリモコンで使えます。まあもちろんね、録画停止もねあのこちらのボタンでできますんで非常にね使い勝手はいいと思うんですけど、ちょっとね今日これでちょっと試してみたいと思います。はい、ね早速ね撮影しておりますけれども、はい、このレンズはね先ほどちょっと紹介しましたけど、35ミリ換算で言うと24ミリから、75ミリ、はい、の画角までね撮れますね。はい、で例えばですねズームしますね。はい、はい、ここまでね寄れますね。これで一応このレンズの 50mm つまり、ややこしいんですけど 35mm 換算で 75mm 相当のねはいテレタンですね。今ねこんな映像がね撮れますね。はい、でワイドに戻しますとねずっと戻しますとこれが35mm でいうと 24mm の画角になります。はい、それでですね一応ねこのレンズ内手ブレ補正が入ってます。それと今ねこの α7C 一応ボディ内手ブレ補正をオンにしてるんですけど、はい、ありてみますね。いわゆるスーパー35にした時ってどうなんですかね。一応手ブレ効いてんのかな。多分フルサイズの時よりはね効かなくなっちゃうような気がするんですけど、はい、実際今ちょんまげ持ちでね歩いてちょっと水平が取れてるかどうか微妙なんですけどね、撮ってますけどいかがでございましょうか。はい、ね、まっすぐね歩いてますつもりなんですけど、まあ普通にねそんなに極端なジンバル歩きしてませんけれども、どうでしょう歩き撮り使えますかね、どんなレベルでしょうか。はい、歩いてみますね。いわゆるスーパー35にした時ってどうなんですかね。一応手ブレ効いてんのかな。多分フルサイズの時よりはね効かなくなっちゃうような気がするんですけど、はい、あとね解像感なんかどうですか。一応ね今日は PP の点で、シャッター速度優先ですね、50分の1秒ですね。はい、撮ってますけど、あ、それとあと ND フィルターはね、あの内蔵の ND64 ですね。で ISO がね今125でだいたい撮れてますね。超解像ズームにね設定してますんで、一応ねズームにしてもね解像感が落ちないモードですけど、ただね、APS-C 用のレンズですんで解像感はね、落ちるのはねしょうがないと思いますけど、どうでしょうかね。はい、いつものね風景のとこですけどね、一応35ミリ換算24ミリの画角でね撮れてるはずなんですけどね。はい、
ここのね、北拳に咲いてますね。おお、咲いてるね。咲いてます、咲いてます。はい。このね、リモコンめちゃくちゃ使いやすいですね。はい、ちょんまげリモコンスタイルですけどね。まあ、録画停止はもちろんのことね、こう撮りながらね、簡単にこういう風にズームもねできちゃいますしね。はい、これがねできんのがね非常にやっぱりね楽ですね。いいな、このちょんまげスタイルの、このスタイル一番撮影しやすいかもしれないですね。はい、ここがね解像感一番わかりやすいかもしれないですね。どうですか、左隅の木々の解像感どうでしょうかね。はい、でどんどん真ん中に持ってきますね。はい、真ん中のね木々の解像感、はい、じゃあ隅っこ持ってきますね。今度は右の隅っこですけどね、どうでしょう、解像感、隅の解像感とかね、どうですかね。いやー、最近はねやっぱりねドリキンさんの影響が僕非常に大きくて、まあ今回もそうなんですけどね、やっぱりドリキンさんって映像クリエイターであり機材クリエイターであり散財、プロですか、はい、プロ散財家かね、3つ兼ね備えてますよね。僕はね、機材クリエイターとしてはね、まあ、ドリキンさんに負けないというね、自負は一応 30% ぐらい持ってるんですけどね。はい。まあ、映像クリエイターはね、もう本当にね、0点ですよね。もうドリキンさんから比べちゃうとね、全然努力も足りないですしね、いまだにプレミアプロの使い方は分かんないですからね。昼飯時なんですけどね、松尾ジンギスカンさんですね。はい、あ、ランチメニューやってますね。はい、焼肉屋さんのランチっていうことでね、いや、うまそうだね。はい、ということでね、いつものところにね来ましたけれどもね、さあ昼何にしようかな。ここは何ですかね。いやー、どれもこれもうまそうだね。はい、でここがね例のうどん屋さんなんですけどね、どうすっかな。はい、なんかね行列がねできてるんですけど、何でしょうかね。焼肉ライク290円って、あ、なんかオープンセール、オープンなんですかね、なんていうんですか、新規店オープンで290円でなんか焼肉が食べられるんでしょうかね。すごい並んでますね、ずらーっとね、食べ放題すごいことになってますね。まだ並んでますね。さすがに僕並ぶ気がしないですね。まだ並んでます。はい、ブルジョワのね、方々にはどうでしょう、海鮮丼、いやうまそうですね。はい、特需さんはねこんなランチセットやってますね。そこそこいい値段かな。はい、たぬき工場ね5丁目の餃子製造所さんですね。ここもね安いんですよね。ランチメニューも安いですけど、ね、お弁当のね唐揚げ弁当500円、これはいおすすめです。はい、ここはねゴリラさんっていうところなんですけどね、ほう、海鮮丼が1500円とかね、お安いですね。
はい、みんなよく行く海江さんですけどね、ランチメニュー、あ、安いな、これは安いですね。はい、今日のお昼はエビ天丼です。はい、ということで今日はですね、たぬき工事からねお別れしたいと思います。はい、今日のたぬき工事はねそこそこお客さんいらっしゃる感じしますけどね。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。